これ左に行ってもらうとおそらくね、あ、またリスナー地区に戻るんじゃない。おい、じいちゃん大丈夫かそこ集団でじいさんちょっと。お、ここに遊んでる子がいるね。この辺も、オメガさんね、オメガさん、そしてこの方が、マジウサさん、マジウサさんね。そしてこの方がハゲチャビンっていう人も、ハゲチャビンつけてくれっていう人いたよね。ハゲチャビンつけましょうか。ハゲチャビンにしましょう。そしてこれが、金谷さんね。で、この人が、山本、メガネっていう人がいらっしゃるんですね。これは女の子だな。女の子らしい方いたね。なんかこの名前もどうかと思うんだけど、ビチチさん、ビチチ神さんとんでもない名前だねこれね。いやいや、素敵な名前だと思いますよ。千夏さんと、しましょう。そしてこっちの方が、ボンレス ハムさんっていうね、もう謎のね、謎の名前の人がいましたね、でこの人がトントンさんね。はいはい、どんどん決めていきましょう。パンダジロー、パンダジローさんっていうね、方どんな名前なんすかでこちらが浦島太郎さんと何この名前とんでもない名前だね。浦島太郎だってよ、すごいね。お、イモケンピーさんの家かね。グレードアップしてますよ。お、これイモケンピーさんの家どうなる、ちょっと見てみましょうか。あ、こうやってねちゃんとアップグレードしてくれるんですね。あー、なるほどね。ソーラーパネルみたいなのつけて、あ、いいんじゃない。うわ、豪華。あ、庭もついてる、いいね。いいとこに住んでますね。いやー、これはいいぞ。どんどんちょっと建てていきましょう。さあ、そんなわけでですね、あれから名前をつけまくってやっとある程度消化しました。それがね、こちらでございます。この街並みをね、確認しながら行きましょうか。あー、これでもね、名前は出ないんだけど、とりあえず今どのぐらいその視聴者のリスナーの街が、発展したのかっていうのをね、この視点でおい邪魔するんじゃないっていうね、これで見ていきたいと思います。しかもですね、今回ね入れたモッドでですね、日が動く、太陽が動いて朝昼晩を表現できるっていうものができまして、ちょっと待って、これちょっと待ってね、ちょっとこっち目の前のこれにしようか。あ、これ一人称したやり方みたいなのをこう分からないっていう人もいて、一人称はタブで、できます。タブボタンでね、うん、もしくはさっきみたいに物にのカメラを映し、物の選択してカメラを選択すれば、まあこうなりますね。いやー、これ左手がねリスナー地区なんですよね。あ、夜になってくるかもね。おお、ほらほら、いい感じでしょう。やっぱ朝昼晩があるってのはいいよね。これ左がかなりその高級住宅街の、乱立している形になっておりますね。うん、しかしこれどんな形してんの、左大丈夫か、立ち方なんか斜めっぽい感じであるよね。ちょっとリスナー地区からこう出る形になりますが、これ左に行ってもらうとおそらくね、あ、またリスナー地区に戻るんじゃない。おい、じいちゃん大丈夫かそこ集団でじいさんちょっと怖い怖い、本当ね、何が起こるか分かりません。こちらね、リスナー地区、こっち側なんですね。ちょっと行ってくれなかったね。あ、ここら辺の人たちは行ってくれるかな。あ、行ってくれそうだね。ちょっと この人を追いかけましょう。
よいしょ。うん。これね、見てください。この地価を上げて高級住宅地、そして、高級住宅地の上に道路もね、きちんと整備して地価がかなり高くなってるんですね。うん。で、小学校やら高校、大学、消防署、あとはね、診療所などもかなり今右に庭園あったね。あ、夜になった夜になった。さあ名前の方確認していきましょうか。基本的にね、このここら辺、あ、これ違うかな、飴玉亭、ザキミヤ亭、長三亭、霊柩車待ってる、大丈夫か、平田も亭、指紋亭、八雲亭、マグノリア亭、あ、これ違うな、直亭、バーモント亭、どんぶり亭にツカポン亭、新亭、クララ亭、デニエル亭に、竹亭、ミルククリクレープ亭、大五郎パーク、鹿丸エリート亭、天田祖診療所、あ、小学校もね、埼玉の右利き小学校、これ一回ちょっと気づいた方いると思うんですが、この前にですね、一回町破綻しちゃったんですね。で、作り直しました。これ大変でしたけどね。で、今ちゃんと経済がね、いい流れになっております。で、パビオン亭、霊柩車待ってるな、ブラ、あ、これは違うね、シェフフィールド亭、山門亭、チロル家、ハイランド亭、ヤッシー亭、タカジー亭、深川亭、ユータム亭、カオル亭、ライオン家とね、こうやってちゃんとつけてあります。雪だるま広場陸家、ひっこり家、小じい家、みっちゃん亭、おせか家で、ここら辺もそうですね、井戸数亭もうね、大変でしたよこれ、やるの。ヘムロック亭、シェフフィールド亭、あ、トッツァン亭、オメガ亭、これ決めてる間にですね、たまにね、死ぬんですよ。死ぬというか、建物がもう廃墟になった時にもうなくなっちゃうんですよね。なのでね、せっかくつけたのに消えてしまってる人もいます。チュギ家、微乳診、あ、微乳ですよねこれ、微乳診診療所この微乳の方がね、もういっぱいいるっていう感じなんでしょうね。で、坂巻大学、パンダ二郎警察署などなどね、あります。この辺もね、窓旅亭など、そこら辺にあるお化粧学校とかね、うん、ブラックキャンバス、などね、ボンレスハム高校、とかね、ちょっと大きめのやつはねつけてます。春花亭とかね、春夏というのかな、熊沢亭、早坂元帥亭とかね、大きいのだと多分あんまり壊れないかなと思いましてね、うん、シエロ亭などね、アランドロン鈴木亭とかねいやー、みんなさ面白い名前持ってるよね。ネル亭とかね、ヤクモ亭、ポコ亭とかね、梅田亭、で、これペンタゴン、炎上寺ペンタゴン、炎上寺さんっていう方ね。でね、ゴミ焼却炉につけてほしいっていう人もいて、こちらね、ごまだれさんね、ごまだれ、ゴミ焼却所という、なんかうまそうな焼却所ではありますよね。うん、あとね、城をミスター B の城も作ってくれみたいなのもあったんで、それもね、月城作るときにやりたいかなと思います。あとラピュタのね、この地区、ここにね、ここの地区なんですが、これバルス地区でいいんじゃないかと。そうですね、バルス地区にしましょうバルス地区ということです。このゲーム、いわゆるこういう制限がなくて、お金も制限なし、何の制限もなし、自由にクリエイティブ、マイクラでいうクリエイティブモードみたいなことができるのかっていう質問も来てたんですが、できます。そちらの方できるんでね、私の場合
いつの間にかできるようになってたんで、モッドのせいかは分かりませんけど、できますね。うん、でですね、こちらにもね、高校があって、スパーキング高松高校、ミルクティー警察本部やらね、赤金摩天楼、火山ハードロック、カフェ、などなどね、この辺もね、いろいろとで乱立してるんですね。カズポン広場、豆をベスト、豆をベスト部品とかね、うん、そうそう、霧島学ぶスーパーマーケット、いや本当めちゃくちゃつけて、すみませんね、カム大根消防本部とかね、ハールバス車庫とかね、うん、いやこんなね、春蔵ライブ&ラーントレーニングとか、でもこれ言ったら聞いないぐらいね、ほぼ大体つけたんですけど、まあどんどんね、コメントで言われてるんですが、こうもう限りないんでね、私のもう労力が半端なくなってくるんで、まあこの辺にしたいかなと。まあ時折視聴者のコメントを見てつけていくことがあるかもしれません。うん、ぼったくりバー作ってくれみたいなのもあったね。ちょっとぼったくりバーでもつけたいよね。この辺ファンシーブティックとかね、ぼったくりバーにしたいよね。あ、そう、あのね、医療センターでかい医療センターを作るために、あの必要なものっていうのがあるんですよね。こういうユニーク施設があるわけですけども、この摩天楼を建てたのは、こう医療センターを建設するために必要ですと書いてある通り、それが必要なんですね。で、それと同じようにこの高利息タワーも医療センターを作るに必要と、これ見てください、これあのこれ大丈夫か、これすごいことなってんだけど、あーちょっと高利息タワーあんまりちょうるさい感じみたいだから、高利息タワーどうしようかね。いやもうこの辺かな、この辺ちょっとだけ音かぶるけど、それ勘弁してほしいかな、ちょっとね、この辺に立てましょうか。高利息タワー来た、いやこんなん立てていいのか、これやべえなこれとんでもないでかさですねこれ。いや日が綺麗ですね、またこのここのね、丘にそびえ立つ高利息タワー、いやーここはちょっとさらに、高利息なんで多く取りたいとこですよね、ここの条例ね。オフィス区画かなこれ、あリスナーのね地区、これもう決めております。リスナーブータン閣下地区、リスナーバッキー地区、世界のゴリラ地区リスナーサリー地区とかね、決めさせていただいてます。これがリスナーブータン閣下地区なんで、こちら、リサイクルしてんのか、オフィス閣への、課税なんで、うん、 OKOK、 産業向けですね。あ、大企業だな、うん、大企業のやつもつけときましょう。これで少しは、利息がいい感じになってくるんじゃないかな、収入がね。うん、いや圧巻だね。じゃあこちらの名前、大きな名前はねやっていきましょう、つけていきましょうね。なんかコメント来てたの、メモしてたな。カノンさん、花々しい感じでカノン高利息タワーでいきましょうか。じゃあ、うん、いい感じじゃない、いいねいいね。ここら辺にもちょっとだけある、ね、人気店人気店がこんなとこあるのかいやいやいや、あ、団子さんっていう人もいたな。まあ、ここにじゃあ団子人気店にしときましょう。人気の団子がここで食べれるみたいなね。いやこれ街をちょっと走ってる方のね一人称で見たいね。あ、キャサリンさん帰宅中か、車が奥に行ってくれる、あ、ありましたありました。どれどれ、どうかな、あーいい街だ。おお、もう終わりかい、ちょっと待ってくれよし、これでいきましょう。いやーこれいい街だよね、ほんとね、景観がいいよね。本当にここの高級住宅、おい、ちょっと待って
今とんでもない数待ってなかった。え、あ、ここか。何これ、何これ、何集まってん、何の集会これ。うわ、バスだね。あ、ここにバス引いたんですわ。いや、にしてもすごいな、おい。全然乗り切れてないじゃん、これ。大人気やね、バス。うわ、すごいすごいすごい。こんなにバス引きだったか。もうちょっとちゃんとバスを引くべきだね。こちら、バスなんですけどね、こう引いて、この赤いとこがね、通路になってるんですが、もう一つ引いた方がいいかもしれないね。こっち側とかね。いけてないもんね、全然。うん。で、バスはこっちにもあって、こっちにもあるんですが、あんまりバス引きすぎるとまた渋滞起こすんでね。うん。この、働きに行くところもちょっと作りたいですよね。ここら辺にバス作って、あっちの方に働きに行かせましょうか。こうやってね。で、こっから、こう行って、ここを通って、住民のとこ通ってね、こう行って、あ、喜んでるね、喜んでるね。ああ、こう、こう、こう。そうそうそう。こう来て、結構長距離バスになってきてるけど、これでね、働きにね、ぜひともリスナーの人はね、出てほしいなと、林業の方をね、行けたらね、行ってください。ハイラの森にね、出かけてみてください。で、こうぐるーっと回りまして、あ、こっちから回りましょうかね。こっちから回って、あ、こう結構こう複雑な作りしてるな。こう回ってね、あ、こっちにこう、あ、それでも戻ると。で、経路完成と。ここで経路完成ということです。うん、これで働きに出れるんじゃないかな。うんうん。このトラフィック、鉄道の色も変えれるやつをつけてるんで、ちょっと分かりやすくなっております。コメントの方であったんですが、あの、ここの騒音区域、風力発電あったじゃないですか。あれをちょっとなしにして移動しました。電力、風力を一箇所に固めようと思って、今こちらに引っ越し中ですね。ここもうちょっとうるさいようなら、引っ越そうかなと。まあ一応迷惑かかってないんでね、ここにやります。ちょっとこれがうるさくなってきてる可能性あるから、まあ商業地だからいいんだけど、これで、一応大丈夫だと思うんだよね。で、鉄道とこの貨物駅をちょっと作りたいなと思います。ちょっとリスナー鉄道をね、うん、行きたいよね。自動で列車が運行されるわけだもんね。でもこれね、土地がかなり特殊な盆地になってるあたり、ちょっと難しいんだよね。うん、これだもんね、斜めだもんね。まあ、つけるならここだよね。もしくはこの辺なんだよね。ただうるさいことになるんで、土地を買いましょう。来ました、これ。土地まずね、こっちしましょうか。あの、こっちにですね、結構面白い地形がありまして、これ滝ですよ、これ。この滝見てください。すごい流れの滝があって、これいいなって思ったんですよね、景観的にね。ここに城とかね、あれば面白いんじゃないかなと。で、田舎町も作ってくださいっていうね、声もあって、うん、ああいう大都市じゃなくてね、それも確かにありだなと思うんですよね。そこを貨物駅というか、まあ、駅でつなぐというのもありなんじゃないかなと、思います。なので、ちょっと田舎駅の方を作っていきましょう。こちらにね。うん、なんかいけんのかなって気がするんだけど。ここに生活みんなしてくれるか。どれどれ。あ、道路田舎道だから、まあこう砂利でもいいんだけどね。うん、一応こっちにしておきましょうか。あ、こうは引けないか。
うん、こうやっていこうか。よしよしよし。あ、ちょっと待ってよ。ちゃんと無駄なく、無駄なく行きたいね。無駄なく行こう。お、登れるぞ。なんやこれ。なんやこれ、なんやこれ。ちょっと無駄な、なんか道路を建設したらね、税金市民から取ってんのに怒られますから。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、うん、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。意外とこれきっちりやらないといけないね。